ミキさん、マジですかいや、マジらしいんですよ。うん。いや、僕もそういう反応なりましたよ。うん。ね、えー、あこれね、カナダへの件、そうですよね。そこですよね。でも本当に今日マジですかだらけでしたね。うん。そういう一日だったんですよ。うん、えー。マイク・ボアティラーさん、おはようございます。カブ君、こんにちは。えー、今日は何て秘宝が続くんだいや、本当ですよね。うん。秘宝。 先日の木田森カップル解散、春休みペア解散に続く、えー、カナダへの引退。せっかく日本のカップル競技は盛り上がっていたのに、国別見に行っておいてよかった、うん。あれが最後ということだったんですね、えー。そして千葉、そう、千葉選手のこの点ね。うん、千葉オレちゃんが、えー、木下アカデミーか、僕、あ、木下アカデミーか。えー、僕、個人的には MF アカデミーの方が向いているような気がするんだけどな。うん そうですね、まあ、個人的に千葉選手、仙台にいてこれからも羽生君を追っていくようなイメージがあったんでちょっと,ちょっとイメージが湧かないんですよねそれと田中梓ちゃんの名前が練習生から消えているのはアイスターに専念するんじゃなかったの、うん、どこかで誰かとカップル形成をするのかなひょっとして西山君はもう、えー、分からんことだけや,いや本当でしょうね西山慎吾君ね。 ンゴちゃんは東京に今いるんですかね。うんねえ、もうこの辺が、ねえ、うん、ちょっと木下アカデミーを田中さんは辞めてしまったということでしょうかね。真、うん、相は続報待ちということですよ。うん えー、ゆめさんどうもです。えー、あらまあ、カナダ引退ですか驚きました。何か嘘みたいです。モ、え、ネ、ー、ちゃん、木下アカデミーに続馬が決まって、初の海外での振り付けのために、米国へ渡ったようですよ。ということみたいですよ、うん。なるほど。結構早いですね。誰が振り付けをしてくれるでしょうか。楽しみですね。うん、あ、もうアメリカに行っちゃったらしいですね。うん、結構言葉早いですね、うん。はい。ということで、モネちゃんは、 下アカデミーのもとアメリカに行ったらしいです。うん。アトベイヨコさん、おはようございます。カブくん、こんばんは。インスタで確認をしていきました。え、カナダ引退だそうです。ね、寂しくなりますね。明日5月2日、記者会見後20時からファンに向けてインスタライブをする。あ、ね、インスタライブをするということですね。僕はちょっとインスタを見ることができないんで、皆さん、あの、ね、見届けていただければなと思うんですけど、何を語るのか。 注目ですね、まあ、プリンデート、羽生くんの黒柳徹子さんのプリンデートとともにこちらのニュースにもちょっと注目ですね。えー、やっちゃっちゃんさん、よろしくお願いします。えー、マルディン様がおっしゃってたプリンスアイスワールドの件主催の話ですが。 オリエンタルバイオは特別協賛で主催は2021年4月30日にプリンスホテルから同じ西武グループの株式会社ブルーミューズに移管されていてそちらが企画になっているので主催になると思われますよ。あ、そういうことらしいですよ。うん。っていうことは、なるほど、うん、そういったからくりみたいですよ。うん え、みけさん、言葉にならんですよね。えー、きらリのショックまで思い出してしまった、辛いですよね。もう本当にそんな感じで。ね、昨日は秘宝、もう、ひほそして、朗報もね、ありましたよね。うん。ちょっとこう、なんとも言えない一日になった気がしますね。まあ、僕の時間で、まだ今日今日ギリギリそうなんですが、ね、うん。えー、みわさ、ま、ただいま、あ、 どドもです。今日は仕事で忙しく、えー、体がなびっくり、もっと見たかったな、ね、オリンピックまで、オペラ座の怪人、シングルの時と同じ会場でアイスターンして滑り、ご本人も気持ちが違ったとか、うん、ね、詳しくは明日なんですね、なんか今日ね、なんかインスタライブでは記者会見もするということらしいんで、そこで何を語るかということですよね。いや、正直オリンピックまで少なくとも見たかったなって思いますよね。 ユーエスさんどうもです。体、本当に放心状態、お疲れ様でした。初めて表情席当たったときに、ソーラン節見れて幸せでした。うん。夢をありがとう。あ、そういえば昨シーズンのね、プログラム、リズムダンス、ソーラン節としてはね、うん。ね、ということで、本当に夢をありがとう、うん。という感じですよね。えっと、高橋大輔選手は完全に引退なんということになるんですよね、フィギュアスケートから。で これからプロとしても活躍してくるのか、そこら辺もね、今後の活躍なんかも気になりますよね。うん。カナさんは他の、他と組んだりとかもするんですかね。うん。ショックですね。えー、かおりんさんどうもです。えー、体引退。えー、テレビでニュース見てびっくりして夕飯のいなり寿司を落としてしま荷 <laughs> 寿司を落としてもうたって。えー、綺、え、麗、ー、に。 トッピングしたのに、オプラザが最後だったのか、まだ見たかったよ、いや、ほんとですよね。そっか、でもプラザの怪人でね、ね日本でね演技して、やっぱりなんか自分の中で集大成みたいなものになってしまったところがあるんですかね、もう限界までやり尽くしたっていう感じだったかな。うん稲荷寿司返上級ですよね、ほんとね。うんえー 斉藤さんよろしくお願いします。えナ、ー、ダ引退なんや残念ですね。うん。娘たちも応援をしていたのに、えー、会見を見てからでわからんねっていうね。いや、ほんとですよね。もう何やっていう、ね、もう関西弁ですよね。ねもうなっちゃいますよね。僕もマジでってなっちゃいますがね。マジでってなっちゃいますよね。おはりこさんおはようございます。はぁ、まだ立ち直れないです。さっき フィッティングしにリンクまで行ってきたけどフィッティングなるほど、えー、テンション上げるの大変やったわいやーなるほどですね、うん、今日は寝起きにモ、えー、ーちゃんの滑りをテレビで見て午前にリクルーがエアカナダと、えー、パートナーシップ契約の嬉しいニュースねこれやりましたよねなのに夕方から体の引退ニュース、えー、月曜日からジェットコースターのような一日でしたいや本当ですねちょっと本当にすごいジェットコースターですね宇野選手のね 4, 4秒の動画もありましたしあれ見てきましたよ僕うんすごかったねえあれなんあれあれシンプルのあれ007ですかね何だろううん 結構本当にこの日やばかったですよ。うんえー、松井邦子さんどうもです。えー、カムさんお疲れさまです、えー。本田大さんは優しい人です。うん。翔馬さん、ジュニア時代かな。翔馬さん、男子と同じ年年頃のスケーターに、ちびちびと言われて、その時、大さんが僕160センチになったと言って、やじを飛ばした男子スケーターにこっちに向けさせる、諸馬さんをかばってました。へえ。 スノーだったんですすねえこれちょっと驚きエピソードです本に書いてたんですね。その本は最初、電子版を読んで面白かったんで、紙の本も書いていました。ショマさんのジュニア時代の話が載っていた本です。へえ。そんなこと言,った言われたんですね。これはそういったからかいを言われたんですね。でも、本田大さんは守,守ってくれたんですね、うんえ。このエピソード優しいですね。うん、そっか。 ねそういうことらしいですよ。本田太一さんね。うん、お兄ちゃん。うん。ほっこりエピソードだ。やまびこももこさん、どうもです。いつかそんな日が来るとは覚悟はしていましたが、やはりショックです。ですよね。大ちゃんのやりきった表情が最後の試合で見れたのが私としては救いです、えー。これからもいろんな形で大ちゃんのパフォーマンスを見せてくれることを願っています。ねえ、そうですよね。うん、でもなんか、 やってくれんのかな来シーズンも続けるのかなってね、ちょっと思ってただけにですね、ちょっとそっかっていう感じになっちゃいましたね。うん、これからどのようになるのか、うんえー。パンダさん、よろしくお願いします。 えー、大ちゃん引退ですね。やっぱり限界が来たのかなと思います。えー、それがやりきったとか、うん、シングル自体にも大きな怪我を負ってたんで、でも大ちゃんが残した功績は本当にすごかった。諦めない姿勢を何度も私たちに見せていただきました。約24年間の現役生活、お疲れ様でした。いや、本当ですね。まあ、僕もアイスタンスを好きにねなるきっかけでしたからね。うん、まあ、これで僕はこれからもアイスタンスを見続けることができますので、本当、体、 の活躍によって僕はここまでアイスタンスを好きになったので、うん、それやっぱり嬉しいですね。うん えー、山こ子桃子さんも一緒です、えー。宮様、複雑なお気持ちを変えながら前向きに進もうと思われたようで素敵です。私も翔馬くん推しですが、えー、ノービス時代から応援をしていたので、えー、お母さんみたいな気持ちです。でも大ちゃんが初めてかなちゃんと相性で滑ったときは、お腹が痛くなってしまった経験があるので、皆さんのお気持ちもよくわかるなぁと。 なんとか楽しめる愛想になるように祈っています。うん、いやそうですよね。宇野選手のね速報が出まして、ちょっと気持ちがね、えー、穏やかになったと言いますかちょっとこうね向上していったかなっていう気はするんですけども、そうね宮様があのね、えー、ちょっと前向きになったことによって暑いね夏を迎えられるということなんで、ねそこはやっぱり嬉しいですよ僕も。うん。 えー、YM 様よろしくお願いします。フジテレビオンデマンドの、えー、ですね、翔馬くんの全日本前のインタビューを見ました、えー。スケートに関して本当にしっかりした思いや理論を持っているんだなって思いました。表現とジャンプについてもどちらも大事でどうやって両立していくかこの頃から考えていたんですね。えー、ジュリアの頃から応援をしていた私としては、えー、ショウくんの口から周りの選手たちを若い人、若い人と連呼するのにはちょっと笑っちゃいました。ほほほ、なるほど。 確かにですね。お兄さん通り越して、おじさんになったみたい。今期翔馬くんのジャンプと表現の融合を目指す旅が始まるのかな、えー、ツイッターで全日本前のインタビューをどうして今頃こう書いてつぶやいている人がいて、確かにそうなんだけど、私はなんだか答え合わせのようで、これはこれで楽しかったです。うん。なるほど。で、えー、全日本前のインタビューを、ね、今頃こう書いて、ああ、まあ、これは確かに、まあ,あ、答え合わせに、ね、なりますよね。うん ね、表現の融合、でも宇野選手、自分自身がやっぱりこう年齢を重ねていって、まああの、そういう発言が多くなっていってるんですかね、うん、でもやっぱり、まあ、気持ちですから、まあ、そこは若いですので、ね、でもやっぱりどんどん、ね、宇野選手がこれから活躍していくと、やっぱこれまで見られなかった若い子たちもどんどん来るということなんで、うん、いろんな試激とか、また受け入れるんじゃないかなって思いますよね。うん えー、そして、ワイム様も1度です、えー。カナダへの引退、本当にショックでした。うん、国別の演じ後のインタビューで、カナダちゃんが、ダイちゃんが、ライケンをやってくれると言っているので、頑張りますと言っている。 言ってたからまだやってくれると思っていたのに残念ですよね。そう、そこですよね。だから、うん、世界選手権のオペラザとても素敵だった。でも、ここで引退、ここからはアイスショーで活躍する方がいいのかなイちゃんはシングルとアイスタンス両方で活躍できますね。え彼らの活躍が若い選手にえ若い選手に大きな影響を与えたと思うえ。これからの日本のアイスタンスも楽しみですね。うん、いや、本当なんですよ。これから本当にね。 秋、うんまあ、田盛りもちょっと、えー、引退というかあの、ね、解散はしちゃいましたけども、ね、これからのアイスダンス会楽しみだなと思いますよ、うん。引き続き僕は楽しみに見ていきますよ。でも、ね、ちょっとショックではありますけどね。うん、言ってましたよね、なんかやってくれるっていう話があったので、まさか引退かって、ちょっとこのタイミングでね、うん、ちょっとドスンっていう感じでしたね。うん サラクレさん、こんばんは、どうもです。驚きの速報が2つも来ましたね。まず、カナダの引退理由については、明日の会見を聞く必要がありますが、もう燃え尽くして体力の限界の可能性もあるかもしれません。日本のニュースでも報道されていますと。うん、そして、千葉百選手が本日付で木下アカデミー所属となったことも驚きでした。ですよね ぶっちゃけ僕もかなり驚いていて、うん、しかもアメリカに行ったらしいですよ、もう。うん、でちなみに今日が千葉森選手の誕生日あ、誕生日なんですね。18歳になられました。18歳の誕生日の日に新たなスタートを切る形となりました。え浜田美恵子一にはくれぐれもパワハラ疑惑を持たれているような言動や行動も含むや、選手生命を壊すような指導をして、潰されるようなことだけは絶対にしないでほしいというのが願いです。 ねあ織田信成選手との件があるんで、心配をせざるを得ないです。いや、そうですよね。結局、あれは小田さんの敗訴となってしまって、負けてしまったんです実情は結局闇の中に葬られましたからね。うん。まあ、司法がそう判断をしたんで、でも、実際は、ねえ、どうなで、あれからやっぱり浜田さん変わったんですかね。うん。ね、ちょっとそこらへんも、ちょっとなんか、心配ではありますよね。うん。 正直ね、安部七海先生のところに行くのかなって思ってましたね、千葉選手。うん、安部先生今は、ね、今教えてらっしゃってますよね。サ、え、ル、ー、カヤさんも言ったです。ロシアとペラルーシュの選手の出場可否は競技団体によって判断が分かれているようです。えー、国際エスケート連盟は今後どう判断するのか気になりますね。えー、個人的にはロシアとペラルーシュを甘やかすことには反対です。うんまあ、日本もねあの、戦争中、オリンピックに出られなかったとっ聞くと、 まあなんかロシアに甘いなっていう気はしますよね。っ、うん、僕は感じますけど、まあ、前も言いましたけど今出場、ロシアの選手が出場した後まあロシア選手たちに対してすごいバッシングも来ると思うし、うん、なんかどうなんでしょうかね。うん、さあ皆さんこちらはどういうことでしょうか真相に参りたいと思います。 おはりこさん、キャー染めの作業をしていてすんごい乗り遅れている。いや、まだ作業途中やば。でも無視できないサムネだから開いてしまった。さっさと片付けてみたい。どこで見れるんやろツイッターですよ。見ちゃいました。4秒のやつ。うん、ツイッターでうのしーまってやると出てきますよ。もうこれね、じゃあじゃん。はい。じゃあじゃん、じゃあじゃんですね, <laughs> もうね。ツイッターで皆さんあの動画見れますよ。もう見ちゃった、僕は。あの顔がすごくて。あの いきなりなんかこっちへ向かってきまして、そうですね。あの、4秒なのにもう濃厚でしたね。うん。えー、ルコピアからさい、よろしくお願いします。え、かぼさん、こんばんは。えー、カナダ引退びっくりしています。でも、去年のなんかのインタビューかなんかで、ライキンはやりますみたいな感じのことを大ケが言っていたし、カナちゃんも大ちゃんが最後のパートナー的なことを言ってた。あ、なるほど、言ってたんで。 カナちゃんももう別のパートナーを探すとかはないのかなうん。ねえ、そういうことなんですかね。悲しすぎて何も言えねえです。言えねえですよね。本当。去年の全日本、見れたのは本当宝だったんだ。うん。あねえ、ルコピラカさん、そうですよね。最高のカップだったと思います。イ、えー、ちゃん、カナちゃん、本当にお疲れ様。ま、えー。国別のオペラ座は泣けました。ねえ、ほんですよね。国別の時はさらに良かったですね。世界選手権よりも。 イ、うん、ちゃん、カナちゃん、大好き。ずっとずっと見てたよ。ずっとずっと大好きだよ。うん、本当にお疲れ様でした。いやーね、本当ね、なんか、香菜ちゃんってことは、つまり、もう次のパートナーは探さないんですかね。ってことは、もう実質上お二人とも現金体ということなのか、それとも何かあったのか、そこら辺のドラマが気になりますね。ドラマが気になります。うん、あれかな、世界選手権で10位入れなかったからかな。 うん、それもあんのかちょっとわかりませんね。ミケさん、もいや、爆死ですよね。もう猫ちゃんがすごい顔になってますよね。うん、頭もパンクしてますよね。爆死。もう昨日すごかったですね。本当いろんな情報が入って。しかもそっから今日プリンデートですからね。うん。もうタラゴ唇になっちゃいますよ。本当ね。うん。はい。えー、ジュニさん、ギャー、全然知らなかったです。<laughs> え、どこだこれツイッターで見れますよ。 ツイッターでぜひぜひあの、ツイッターでね、えっ、ー、と、プリンサイスワールドの公式のツイッターだったとき思いますうん。見ちゃったんですよ。これは、ちょっと、えー、失神級の動画で、4秒なのに、もう、すごい濃厚。もう、本当ね、4秒だけだけど、え、こっ、あそこからあんな動きすんのっていう感じでしたね。えー、どこで見ればいいですか見た,見たい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 よって、ね。うん。ぜひぜひ、ツイッターから、うん、ご覧あれっていう感じですね。 うんえー、松井さんどうもです。株さんお疲れ様です。えー、ここに、えー、ショウマーさんの新しい動画の感想を上げます。えー、宇野ショマのツイッターで見てきました。あ、ショくマーのツイッターでもありましたかね。えー、少しですが、ショーマーさん、スケートかけて、手の、えー、作りが拳銃のよう,そうですね。そうですね。あ、同じですね。007かなと考えます。以上です。失礼しました。あ、同じでしたね。僕もね、そう思ったんですよね。この聖書007ですかね。うん。 僕も一瞬思ったんですよ、それ。あの、第一印象。うん、同じですね。うん、007ですかね。うん。えー、皆様、どうもです。もう一気に雲の内晴れかな。あ良よかったですね。もう本当ね、もうこの暑い夏を生きたいですよね。シンプロアメリカ、シーリン、迫り来る昌磨に狙われたかと勘違いというかのハート瞬殺かな。体制よ,よかったですよね。出だしからオ、OK、ケ、どんな曲かしら。 まさかの仮面ーそうかも、えー、仮面の車じゃないからあの4秒に K を持たせたらもっとすごいのかなんでしょうかねあっでもワンピースの振り付けですかねなんだろう、うん、これはやはりワンピースオン e o ス i s の期待を、えー、2回見るからより日も入れて 10, 10万大きいよねで10万ですよねだから暑い夏が来られとねであまあかわってなっちゃいましたね、うん、ただいま夜中の1時半、えー、寝なくては50億やっぱ ショマ君見ないとね、夏が始まらないわ。本当ですよね。って、ご常気ってことはもうね、起きてらっしゃいますよね。さすが、お日様翔馬んだわ。プリンスでもなら、ザ・アイスでもみたいな、かっこいいシンプルを。うん。えちなみに、こちらも2回見ることに昨年の夏になりますよ。心も熱くなれ。いやー、ミ様がね、あの、こうなってくれると、僕も暑、えー、い夏きます。はい。嬉しいですね。うん。いきなり。 天気回復とムさんもう感度です。かぶくん教えてもらって私も見つけました。1、2、3で高速タンのかっこいいこと。かぶくんの左斜め上には笑えました。うん、ねえ、ほんとです右斜め上ってなって左斜め上でね、ほんとね、びっくりですよね。ちょっと、うん、ねもうほんとなん、なんか、ね え千秋さんよろしくお願いします。カブ君今日はもう昨日だけどいろんな速報でびっくりな一日でしたよね。本当なんですよ。うん。僕はまだ。 えと皆さんも今日になってませんけども、えー、あと30分で皆様の日,、えー、と日付に僕も行きますが、私は,私は大ちゃん、からちゃん引退を聞いて国別対抗戦の配信が昨日23時59分まであったんで、リズムダンスとフリーダンス、何度も何度もリピートをしてしまいました。今度は世界選手権の国別対抗戦も日本で、そしてどちらも近くで、シ間君と大ちゃん両方を生で見られるなんて、これから何度もないと思い、えー、さらに まで今,今年は奮発しましまたよかった、うん、本当は北京オリンピックまでと思っていたのになな、なんですが、うん、たのがオペラ座の会社の物語で2人で関係させて終わりにしようと思ったのかなえ大ちゃんの表情を見てると、やっぱりやりきった感じかなうん。で、それね、あの、ありま、ね、おっしゃってる方いましたよね。なんかそんな感じはするって。もともと、かなちゃんは大ちゃんが辞めるって決めてたら、決めたら、 私も引退するって言ってたし、アメリカではテレビもないから未来って言ってたすべてをスケートにそのための体作りをしてギリギリのところだったのかな。えー、今日二人の気持ちが直接聞けるから真相はわかるけどね。世界選手権も国別最高生も大ちゃんのファンが中心になってあの雰囲気を作り上げたと思うから、思うと大ちゃんがいつまでも続けるかわかんないから激アツ応援だったよね。 うん、大ちゃんの協議している姿また見させてくれてありがとうってカナちゃんに感謝している人がたくさんいる翔真君もいつかは決算するときが来るのだから、えー、宮さんも言ってたけど私もできる限り翔真君を激烈応援をしなくてはと思った、うん、そうですよねもうあとでこうね、あのー、やっぱり今できる応援をし,こうしていくということですよね、うん、いつ引退とかするか分かんないですからね、うん なんか身に染みて感じましたね。うん。えー、木崎二十四さんおはようございます。えー、カムあの短いヤシャマくんの動画からブレードまで判断された方が見えました。お、すごい。そういったそこを見てるんですね。うん。 あの私も挑戦しました。どうもブレードの種類は、そうではなく前のように見えましたということみたいですね。ということは、靴を変えて、でもなんか宇野選手、靴なんか問題があって変えるみたいな話してましたもんね。そして靴にはぐるぐる巻きのテープもなさそうで、え靴作りがうまくいっているのかなえのジャンプを飛ぶとかが。 まだ出ていないと思われるんで、前で OK な気がしていますが、シーズン始まったらまた変更するのかなうん。あ、その視点は新感覚ですね。村方デミ様が、えー、けん、盤ですかね鍵盤かなうん。なんか気がしますよね。鍵盤読みはわかりませんが、鍵盤かなという、肩のところに針治療をされていたのが、少し心配ですね。うん。えー、疲労蓄積ですよね。ひ、え、ど、ー、くならないことを願います。そうですよね。うん。肩のところで、 過慮治療されて、ねあの、いろんなところに痛みが蓄積されてるっていう感じですかね。うんまあ、とりあえず、えー、痛みはあのー、なんだろう、ね、取れて、すっ飛んでいってほしいですね。うん